戦う旅人アントニオ猪木今相手のいないリングに猪木はたった一人で佇んでいます思えば38年に及ぶプロレス人生旅から旅への連続でありそして猪木の精神も旅の連続であった安住の場所を嫌い突き進んでは出口を求め飛び出しては次なる場所に歩を進める どん底からの新日て上げ、世界王者とのストロングマッチ大物日本人対決格闘技世界一決定戦 IWGP 閑流島人質解放国会に万里固め魔性のスリーパー決して人生に保険をかけることなくその刹那刹那を燃やし尽くせばよいという生き様猪木はこの後の旅はどの方角に舵を取ろうというのか 一人一人の今ファンの胸にはどんな戦いの情景が映し出されているか猪木は全ての人間が内包している戦う魂をリング上で代演する宿命にあった我々は猪木が戦いの果てに見せる表情に己自身を投影させてきたのだしかしこの瞬間をもって猪木はリングから姿を消す我々はどうやって今後火を灯していけばいいのか 物質にに恵まれた末、末、商業主義に踊る世紀末情報が豊かでとても心が貧しい世の中一人で戦うことを忘れかけた人々もう我々は闘魂に癒されながら時代の砂漠をさまよってはいられない我々は今日をもって猪木から自立しなければいけない闘魂のかけらを携えて今度は我々が旅に出る番だ闘魂は連鎖する 1943年2月20日ツールビ瓶に生まれし、一人の男、子生命猪木漢字闘魂の火種あなたを見続けることができたことを光栄に思います燃える闘魂に感謝ありがとうアントニオ猪木